はい、こんにちは、ブルーホースです。まあ、せっかく動画開いていただいてね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してから動画進めていってください。ということでね、今回は昨日、レオン編をエンブレム全部破壊してクリアをすることが無事できましたので、今日はね、スペシャルフィーチャーズということで、まあ、コレクションとね、皆さんと共に一緒に、しっぽりと、コーヒー片手に、あ、お好きなドリンクですよ。お好きなドリンク片手に、ぜひ一緒に見ていきたいなというふうに思います。ということで、まあ、これ一個一個のアイカーブを見てって、ここら辺がフィギュアになってるんで、ちなみにクリス編とかどうなんだろうな。あ、全然だね。どの列もカンプリートしてないっていうね。クリス編ちょっと骨折れそうっすね。ジェイク編は、ああ、これちょっと、一番の大ボスが出てきてるね。で、エイダ編もひでえな。エイダ編、ラストチャプターに関してもゼロじゃん。えぐっ。まあ、そんな感じなんで、ボンボン言ってるけど。はい。ねえ、まさかのね、スタグラっていうね。はい、じゃあ一個一個見てみましょうか。はい。じゃあ、レオン・ S・ケネディ。あ、これ時間かかるかもしれない。まあ、ゆっくり見ていきましょう。36歳。アメリカ合衆国大統領直轄エージェント。合衆国政府が最も厚い信頼を寄せるエージェントで、その実力は折り紙付き。かつてラクーン市での大規模なバイオハザードに遭遇した経緯から、バイオテロに対して強い憤りを抱いている。冷静沈着な性格だが、状況に合わせ大胆な行動に出る柔軟性を持ち合わせている。エージェントとして演熟し始めたレオンは、その言動に慎重さが増すようになった。しかし、たまに軽口を叩くユーモアや強い正義感は、かつて新米警官としてラクーンシティに配属された時から変わっていない。NEXT! あ、これ開いてないんだ、あれなんだね。レオンとアダム、レオン・S・ケネディと合衆国大統領アダム・ベンフォードは友人と共、友人とも同志とも呼べる関係であった。そもそも、レオンを合衆国のエージェントとして生き抜いたのは、当時合衆国の政府高官を務めていたアダムだった。ラクーンシティでの事件以来、二人はバイオテロの根絶という共通の使命感に燃えていた。歯に衣着せぬ言動で己の正義を貫く政治家のアダムと、冷静沈着にバイオテロを直接制圧するエージェントのレオン。二人の性格は正反対と言えるものだったが、アダムは官僚として、レオンはエージェントとして共にバイオテロに立ち向かい、10年来の固い絆を結ばれるに至った。だが、皮肉にもラクーンシティの惨状と酷似した状況下で、レオンをアダムを撃ち殺すことになってしまった。これは辛い。NEXT! FOS Field Operation Support は、世界中に散らばる合衆国エージェントの統括及びそのサポートを行うオペレーターの連携を強化するため発足した組織。おのおのが異なる組織に身を置いていたエージェントを統括し、オペレーターを一つの組織下で管理することで、年々複雑化を増すバイオテロに対し組織的に対抗することに成功した。組織の発案者アダム・ベンフォード、レオン・S・ケネディとイングリッド・ハニガンが中心となり2011年に発足した。あ、じゃあまだ若いんすね。改めて見てみると面白いですね、これ。ゾンビ。1998年、ラクーンシティ全域に T ウイルスが流出する事故が発生。これに感染した人間は一度生命活動を停止させた後、凶暴化して蘇ることが確認された。その容貌には目の白濁や皮膚がただれたように剥がれ落ちるといった変化が見られたため、生ける屍の意味を込め、ゾンビと呼ばれていた。今回、トールオークスで発生したバイオテロでも原因は不明だが、T ウイルス感染者と酷似した人間が数多く目撃されている。彼のまた、ゾンビとして認識されている。NEXT! イングリッド・ハニガン。33歳だったんだ。3つ下ね。はい。アメリカ合衆国 FOS 所属オペレーター。9年前に発生した大統領令嬢誘拐事件以降、レオン・S・ケネディのサポートを担当。聡明かつ冷静な性格で、高度な情報処理能力とハッキング能力を持つ。数々の危険なオーダーをこなしてきたレオンを支え続けた影の功労者。いや、マジでそうなんですよね。はい。じゃあ、NEXT。レオンとラクーン事件。1998年、ラクーン市で大規模な流出事故が発生した。10万人の市民がウイルスに感染し、ゾンビと化した史上最悪のバイオハザードは通称ラクーン事件と呼ばれている。新米警官としてラクーンシティに配属されたばかりのレオン・S・ケネディも逆。この事件に巻き込まれた。ゾンビと BOW、バイオーガニック・ウェパン。の攻撃にさらされながらも、レオンは数少ない生存者と共にラクーンシティから脱出を果たした。しかし、ウイルスの感染や敵の襲来によって、レオンの目の前で多くの命が失われたことは、その後の彼に大きな影響を与えた。大きなとは書いてなかった。ラクーン事件で体験した恐怖と悲劇がきっかけとなり、レオンはバイオハザードに対して強い憤りを抱くことになった。僕、アナウンサーになれないですね。トールオークス教会と地下研究所。トールオークスの外れに立つこの教会は、古来からシモンズ一族が管理する土地内にある。もともとここはシモンズが
あ、そうです。シモンズだけじゃない。シモンズ一族は密談する際にも使用しやすい施設であり、特殊な仕掛けによって開かれる隠し通路や隠し部屋が数多く存在する。教会の近くに、地下にある研究所はシモンズ家の現当主であるディレクシー・シモンズによって地下室の一部が開通されたものである。この研究所で、地下研究所でシモンズはシーウルスの研究を行っていた。C の一族ですね。NEXT。レポティッツァ。シーウルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿、レポティッツァとは東欧の言葉で美女を意味する。その体に開いた穴から吹き出すガスは、吸った人間のほとんどをゾンビに変えるという恐るべき性質を持つ。ガスの拡散性は1匹で半径3マイル四方。これまでのバイオテロに使用されるウイルスは、蛍光感染や血液感染などで拡散するものが主だったが、レポティッツァのガスは空気感染のため回避することが非常に難しい。レオンが最初に遭遇したトールオークスのゾンビ化バイオテロは、この BOW によって引き起こされたものである。NEXT。ヘレナ・ハーパー、24歳。アメリカ合衆国エージェント。容姿は高いしており、容姿端麗なヘレナによく似た妹が彼女の唯一の肉親。今回のトールオークスのバイオテロの際には、USSS。アメリカ合衆国シークレットサービスに出向し、大統領の警護の一端を任されていた。正義感、責任感が強く、自分の考えや信念を決して曲げない。人情に熱い性格だが、同時に感情に流されやすい。いや、まさにそうなんですよね。ヘレナ・ハーパー、つなげ。はい、ヘレナは人一倍責任感、正義感が強く、何事にも積極的だが、これは感情に流されやすく、冷静さを失いやすいという決定にもなっていた。彼女の正義感の強さから来る感情的な一面は、当局がヘレナに抱く唯一の不安要素だった。そしてその不安は間もなく的中する。連続殺人事件の捜査中、見事に殺人を取り押さえたヘレナだったが、その際、犯人に対して過剰な暴力を振るってしまい、停職処分となった。当局の聴取に対しては、犯人が遺族の前での暴言をやめなかったため、黙らせたと答えている。ヘレナは己の正義と信念を決して曲げない女性なのである。うん、どっかで聞いた忍道を貫く忍者みたいですね。復帰後もその鋼の意志が生み出す感情的な行動は相変わらずで、ついには妹デボラの交際相手が別れ話のもつれから彼女を傷つけた際、発砲して重傷を負わせるという取り返しのつかない失態を犯してしまった。妹への愛情ゆえの事件だったが、さすがに当局もこれを管轄するわけにはいかず、ヘレナは USSS アメリカ合衆国シークレットサービスの補佐に回された。出向という形だったが、事実上エージェントとしては解雇である。感情的な一面、妹への出来や USSS への出向、それらに目をつけられたヘレナ、シモンズによって大統領暗殺計画に利用されることになる。カタコンベと地下洞窟。トールオークスの地下に広がるカタコンベには400年近い歴史がある。この墓所に収められているのはシモンズ一族と彼らに携わってきたファミリーの人間である。公にされている墓所ではないが、様々な罠が仕掛けられているところから、墓泥棒やファミリーを探ろうとした者たちが昔から侵入していたと考えられる。カタコンベの地下には原始的な洞窟や祭壇のようなものがあり、この地下空間がシモンズ一族の介入前により現地の人間によって使用されてきたことが推測できる。あの化け物どうやって出来上がったんですかね。デボラ・ハーパー、20歳、学生。ヘレナ・ハーパーの妹であるデボラ・ハーパーは真面目なヘレナとは違い、自由奔放な性格の持ち主だった。家や遊び好きなところはヘレナの悩みの種でもあったが、唯一の肉親であるこの姉妹の絆は非常に強いものであった。だが不幸にもその絆につけ入ったシモンズにデボラは誘拐されてしまう。彼とファミリーによってシーウルスの実験材料にされたデボラはヘレナと再会して間もなくクリーチャーへと変異を遂げた。その姿はかつてのデボラの面影を残す美しい姿だったが、人間としての理性は失われていった。でもお姉ちゃんを突き飛ばすところを見るとギリギリ残ってたんじゃないですかね。レオンとエイダ。エイダ・ウォンは裏社会で活躍する女スパイである。しかしその素性は一切が不明。エイダ・ウォンという名前すら本名ではない。気になる本名。エイダとレオンが出会ったのは1998年のラクーン事件にまで遡る。当時ラクーン試験に着任したてで事件に巻き込まれ、クリーチャーでひしめく町から脱出を図っていた新米警官レオン。一方のエイダは事件を引き起こした製薬企業アンブレラと対立する企業からあるオーダーを受け町に潜入していた。地獄と化した町でレオンと遭遇したエイダはオーダーを遂行するために身分を偽ってレオンを利用しようと目論んだ。しかし地獄のようなラクーンシティでのサバイバルは2人の間に強い絆を生む。結果エイダは利用するはずだったレオンを命がけで守るという行動に出た。両者はバラバラに町から脱出したが、その印象は互いの脳裏に深く刻まれたのである。その後もエージェントとなったレオンと世界の裏をかけるエイダは出会いと別れを繰り返す。レオンを利用して自分のオーダーをこなし去っていくエイダと、そんなエイダに翻弄されるレオン。互いを敵するでもなく、かといって明確な友情も愛情も見られない。両者の関係は他人から見れば奇妙なものに映るだろう。まあ、幻影だからね。ヘレナの犯行。妹を人質に取られたヘレナはシモンズが警告
計画する大統領暗殺に手を貸すことを約束してしまった。ヘレナは大統領が講演のために赴いていたアイビー大学に向けて大統領の命を狙う一団が大学構内に潜んでいると USSS の回線を使用して嘘の情報を流したのである。これによって大統領の警護体制に変化が起きた。講演の前までに安全を確保するべく急遽 USSS からも数名が校内の捜索に回されたのだ。隙が生じたのである。しかしサイヤの妹の命がかかっているとはいえ、国家を揺るがすテロに手を貸すことは許されるのだろうか。苦悶の末、ヘレナは大学へ乗り込み、警備体制を戻すよう必死で訴えかける。しかし彼女のエージェント時代の失態を知る USSS は、それを一蹴した。ヘレナが感情的に訴えれば訴えるほど彼女の言葉は軽んじられていったのだ。そして事件は起こってしまった。警備体制が崩れていた大統領周辺は退避が遅れ、事態は最悪の方向へと転がり落ちていった。これをね、本編が始まる前に知っておかないと見ないですよね。ブルザーク。シーウルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。ブルザークとは東欧の言葉で激流を意味する。目や耳はほとんど機能しており、水中、水上の波の動きを発達した側線で感知し、獲物を捕食する。人間やゾンビなどの動くものに対して強く執着し、死体など動かないものに興味を示すことは少ない。なるほどね。ラスラパンネ。シーウルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。ラスラパンネとは東欧の言葉で解体を意味する。白くツルツルとした外皮は、こんなに副口内に潜むでいいかな。ヒルのような形状をした本体を守るために形成されたものである。この外皮は分裂しても本体に何も影響がないため、時には自ら分裂し、捕食する人間を探したり拘束したりする。また軟体動物のように自身の形状を変化させることができるため、通気口やダクトなどの狭い空間に入り込むことができる。炎を苦手とし、高熱を感じると本体が身体の外に飛び出してくる。ああ、じゃあ、やっぱ、焼夷弾で燃やすべきだったんですね。エレクセイ・スムン。46歳、アメリカ合衆国大統領補佐官、完璧主義で残忍な性格の持ち主。真の姿は巨額の財力と世界各地に張り巡らされたネットワークを用いて、古代から国や歴史を操作し続けている巨大組織ファミリーの長である。ファミリーが作り上げた変化のない安定した世界の構造を維持するためなら手段を選ばない。ラクーン事件の公表により合衆国に変化をもたらそうとする大統領をバイオテロに巻き込んで殺害したのはそのためである。どうなんだろうね、どっちにも正義があるって感じがするけど。変異シモズ、ケンタウロス。シモズが強化されたシーウルスを撃たれて変異した姿。上半身はかろうじて人間の姿を保っており、保ってたの、頭だけじゃない多少凶暴性が増しているが、人としての自我は保たれている。下半身は獣のように変異しており、最高速度で走る電車を軽々と追い越すほど圧倒的な脚力を有する。自身の骨の一部を武器にして、猛スピードで射出させて攻撃を行う。射出によって失われた骨はシーウルスの効果で瞬時に再生される。最強じゃん。君もあるかよ。変異シモズ、ダイナソー。シモズに投与された強化シーウイルスの作用が進み、さらなる変異を遂げた姿。その要望は巨大な恐竜そのものであり、見た目にふさわしい強靭な肉体を持つ。シモズが人の形を保っていた頃に比べ、その行動には本能的なものが多く見られる。しかし、必要にレオンやヘレナを狙い、さらには上空からヘリでレオンたちを援護していたエイダに飛びかかるなど、シモズとしての憎悪、殺意はしっかりと残されている。ラストですね。変異シモズ、ヒュージフライ。フライニーじゃない。強化されたシーウルスの影響を受け、クリーチャーと化したシモンズが人の屍を自分の意志のままに変異させ、肉体の一部として取り込み巨大化した姿。もはや所属しての面影はどこにも残っておらず、あまたの昆虫の要素が渡り合って作られたかのような醜悪な要望へと変化を遂げている。身体の一部が欠損すると再び人の死骸を変異させ取り込み、損傷箇所を再生させる。そのため周囲に死骸がある限りほぼ不死身である。なるほどね。まあ雷にはということで見ていきましょうか。あ、そんな感じ。組み立てた結果ですね。めっちゃいるやん。なんかあれだね、ビリーズブートキャンプでもやってそう。あ、来たね、キャンプ。ウーパーシュプリーム、こいつがウーパーシュプリームでいいのかな。あ、ちょっと待って、うまく操作ができない。あ、全然スライドできないね。よし、じゃあ戻って。NEXT! ガチャ。待って、フィギュアの形が一緒だったぞ。はい、続いてブラッシャー。ちょ、あれ、スライドがうまくできない。近くには寄れるけど。お、お。あ、ちょっと、全然うまくいかない。お。お目目どこ、こいつ。お目目ある？フィギュアっぽい音だね。お目目がなさげな気がするけどね。へえ。よし、じゃあ、ネクスト。なんかお楽しみ後に撮っておきますからね。
シュリーカー。はい、のとちんこ野郎ですね。うわあ、でも意外と腹筋なだれとかいい感じしてるよね。ちょっと近寄ってみようか。これじゃ近寄れない。あれちょっと待って、こうか。あ、いけたいけた。ゴリン狩り。NEXT! ブルザグですかね、これは。きっとブルザグ。そうだね。これ何をそ、人間がこうなったっていうけど、どうやってこうなったんだろうね。舌長いっすよね。まあ、で、目とかが、目ほとんど発達してなきゃやっぱ目やられたら痛いんだね。魚って鳴くんだっけ。さあ、続いて、無限おっぱい陥没乳首編いこうか。ねえ、これでも穴なんだよね。てっきり、お豆ちゃんかと思ってたけど。違う。いやーもうこれもはやどれが目かわかんないですよね。鼻と目とガスなのか全部わかってない。よいしょか。あれ？あの、フェフェフェがないね。よし、じゃあ続いて。アーデンベンホール。あ、切り替えっていうのがある。あ、なるほど。ゾンビにもなれるんだ。I've always valued your friendship, Leon.いくつなんだろうね。で、ちょっと待ってね。ホームとエンド。ホーム、あった。長い。あー、なるほどね。大統領、ゾンビになっちゃった。食っとんかい。あれ、襲いかかる瞬間のシーンのあれかと思った。皆さん、こういうの平気です。大丈夫です？うん。まあちょっと顔色が悪いよね。飲みすぎたって感じするよね。これで、はい、以上だね。はーい。よし。あれ、じゃあちょっと待って。そっか、でもないか。じゃあ続いて。でん。ダラクシスムンズ。このね、地味にこの親指のね、指輪がね、ちょっとね、かっこいいなって個人的には思ったりするんですけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうちょっと。OK。It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. はい、ご立派でございます。で、島津さんから来ちゃった。ちょっとじっくり観察してみる？ほう。後ろ行くと。あ、でもこいつの見た目はなんかもう、なんか普通に戦ってて分かる感じがするよね。あれ、でもこれ全部光ってないけど大丈夫なのかな？ね。このベロベロからなんかやってんのかね。てか、ハエってやっぱこんな感じなのかな。ね、ハエはなんかでも無数の結界があるっていうのは聞いたことあるんですけど。まあ、とりあえず、ホーム。ホームじゃなくて、ページダウンを先にやっておくべきだったですね。はい。ということで、ジラキやってまいりました。ね、これはっきりとした目玉は、この、こいつの時だけなんだよね。なんでこいつの時だけこんな目玉がね。でね、何回かプレイしてて知ったんですけど、知ってる人もいるかな？これ実は、ここにもね、おの代わりに、ね、目玉があるっていうね。で、これ多分、なんて言ったらいいんだろう。これはね、確実にジュラシックパーク1を意識してると思いますよ。こういうシーンがあるからね、ジュラシックパーク1にもね。うん。初めてティラノサウルスが登場したシーンのところで、ティムとレックス、っていう男の子と女の子がこの車の下にいて、で、潰されて助けるっていうシーンがあるんですけどね。それを確実に意識してる気がしますね。で、NEXT。シモンズ1。これどっかにシモンズの、だから頭が、上半身人間？でも確かにこれよく見たら、肺があるね。で、どっかに顔がついて、これか。違うな。あれ？これは心臓がバラバラになってるのか。心臓バラバラになってたらやばいけどね。右心室、左心室とかいろいろ。あれ？じゃあ、顔どこよ？顔は？違うな。下行って。これ足だよね。あれ？顔ある？
これお尻だもんね。プリップリしてるけど。あ、あった。違うな。あれ？顔どこ？顔は、なくなったということで、完全にこれ、頸椎だもんね。ね、顔ないよね。顔これ、分かれてんのか？あ、真っ二つになってんのか？もう、センジはこの時から死に角になってたってことですね。あ、戻ってまいりました。ということで、やっぱ、メインディッシュはラストの方に取っておきたいんで、先に、こっちから行きましょうか。レオン・エス・ケネディ。ラクーンの再来だな。よいしょ。ああ。シックスとフォーのレオンのイケメン具合はやっぱちょっと構図つけがたいっすよね。皆さんどうっすか？あれ？あれ？ヘレナ・ハーパー行っちゃったよ。あ、間違えた。エンドを押さなきゃいけなかった。ページダウン押しちゃった。あ、で、これあれだね。こっちの、あ、でも、どっちもかっこいいなぁ。この胸元開いてるパターンもかっこいいけどね。何よりもこれサイドにあるね。あ、セリフは一緒だった。はい、失礼しました。じゃあ、メインディッシュ行きましょうか。メインディッシュパート1行きましょうか。うん。どう？ It's all my fault. It's my fault.ああ、でもラインは、この服装だとエロい。もうちょっと。なんか、うまくサムネにできそうな。彼女、いや、でも彼女サムネはちょっとね。どうすか、皆さん。まあ、たまらん体はしてるよ。で、もう一つが、だよね。あ、ポーズは一緒なんだね。It's all my fault. It's my fault. I did this.そう、ほら。ラインがないからね、やっぱね、ティーバックなんじゃないかなと思うんですけど。なんかこっち、あ、でも横から見たらやっぱあるか。ムッチムチだよね。ここ、ギラ君、すぐ来ちゃってさ、噛まれちゃったらどうするの？はい、ということで、本日のご褒美タイムでございます。あーはー、完全に、もう、やっちゃっていいですよって感じでね。あ、うまいこと見えないようになってるじゃん。なんかこう周りがチカ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 。お姉ちゃんに負けず劣らずか。これ服装だからあれだよね。おほー、なるほどね。ちょっと待って、これはどうしたらいいんだ。こうか。あ、違うな。UI 非表示がどれかわかんない。こうか。違う。あ、勝手に回り出した。ちょっと待ってね。これ、あ、ちなみに切り替えられる。みんなこっちのが好き？ねえ。どう？こっちのがさ、だってさ、もう、もろじゃん。ねえ。ほら。ツルツルだよ。お尻。ほら、モルじゃん。ちょっと顔色悪いけど。これ多分、これはちょっとダメかもしんないな。ねえ。この辺りとかをさ、うまくカーソル持っていけないけど、この辺りとかやっちゃ多分ダメだもんね。あれ、ちょっと待って、これさ、UI 非表示をどこで、どれなんだ？矢印、エンターでもないし、これでもないし、あれ？なんかうまくないね。ああ、そうだ、ボイス聞かせてなかったね。はい。ちょっともう一回、戻って、じゃあ最後に、生きていた頃、生きていた頃とか、まあ、正気を保っていた頃のね、彼女のね、ちょっとズーム。この、なんか、やばいですって顔しなかったらちょっと興奮したかもしれないけど。え？あ、普通に見えてんじゃん、これ。ごちそうさまです。ありがとうございます。後ろはね、あ、ほら、よく見て皆さん。透けてるでしょ、これ。ねえ。がっつり見えてたんだ。おへそまで見えてるし、がっつり。
ネグリジェってやつなのかな。じゃあもうほぼノーパンですかね。はい。まあということでね、そんなこんなで全員見ることができましたんで、一旦この辺りでね終了とさせていただきたいと思います。くるくる回り始めちゃったんでね。はい、ということで明日からねクリス編しっかりと頑張って参りたいと思いますんで、ぜひまた新しいパートお楽しみいただけたらというふうに思います。ということで本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押して明日も楽しみにしてるよっていうコメントをねぜひよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。